ジョージスティールはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミシガン州デトロイト出身。ジ・アニマルの異名を通り、スキンヘッドに全身豪毛の強授系ヒールとして一時代を築いた怪奇派レスラーの大御所である。1980年代中盤からは WWF でコミカルなベビーフェイスに転向して子供たちの人気を集めた。日本ではジョージスチールと表記されていたが、 本校では原音に近い表記を使用する。ミシガン州立大学を卒業後、ミシガン州マディソンハイツで高等学校の体育教師をしていた。その一方、地元デトロイト地区のプロモーターだったバートルビーに支持し、1960年にプロレスラーとしてデビューする。当時は教員を続けながら、学校の休暇時にリングに上がり、 蘇生を隠すために覆面レスラーのダスチューデントとして試合を行っていた。その後、覆面を脱いで狂乱ファイターのジョージ・ジ・アニマル、スティールに変身。ハイスクールでアメリカンフットボールとレスリングの非常勤コーチを務めつつ本格的にプロレスに注力するようになる。1967年からは WWF に進出。 翌1968年5月20日にはニューヨークのマディソンスクエアガーデンにてブルーノ・サン・マルチノの WWWF 世界ヘビー級王座に挑戦した。以降、1980年代初頭までデトロイトの NWA ビッグタイムレスリングと WWWF を主戦場に両テリトリーを股にかけて活躍した。本拠地デトロイトではザシークや ボボブラジルとコン試合を繰り広げ、1980年5月3日には、フランキー・レインと組んで NWA 世界タッグ王座を獲得。ニューヨークでは、ゴリラ・モンスーンや、チーフ・ジェイ・ストロン・ボーと構想し、ペドロ・モラレス、サン・マルチの、ボブ・バック・ランドラ歴代王者にも、再三挑戦した。この間、日本には1971年7月に、日本プロレス。 1974年7月に全日本プロレス、1979年6月に新日本プロレスに参戦している。ジャイアントババやアントニオイノキともシングルマッチで対戦したが、直線的で単調な試合スタイルが日本では受け入れられず、実績を残すことはできなかった。なお、WWF では1981年にキラーカーンとタッグチームを組んだことがある。 1984年、ビンス・マクマ・ホン・ジュニアの身体成果で全米進行を進めていた WWF と再契約。ミスター・フジをマネージャーに迎え、かつてと同様にヒールのポジションで WWF 世界王者ハルク・ホーガンに挑戦したが、1985年5月10日収録のサタデー・ナイト・メインイベントでの6人タッグマッチにおいて悪党仲間のアイアン・シーク ニコライ・ボルコフと仲間割れ。これを機にベビーフェイスに転向して異色の人気者となる。1986年からはランディ・サベージとの交渉がスタートし、サベージのマネージャーだったミス・エリザベスに恋をするという美女と野獣アングルも組まれた。同年9月10日のハウスショーでは、サベージ戦を終えた後、覆面を被ってビッグ・マシーンスーパー・マシーンとトリオを組み、 アニマルマシーンと名乗って、ボビー・ヒーナン、ビッグ、ジョン・スタッド、キング・コング・バンディとの6人タッグマッチにも出場した。その後も WWF のミッドカード戦線で活躍し、前になるハンドパペットを友人として帯同するなど、後のマンカインドとミスター・ソッコのギミックの先駆的存在ともなったが、1988年にクローン病を患い引退。リタイア後は、 その得意なキャラクターを生かし俳優業にも進出1994年公開の映画エドウッドでは同じく元プロレスラーの俳優等ジョンソンの役を演じた。風貌が似ていることからスティールはレスラー時代にジョンソンと間違えられることがたびたびあったという。1995年に WWE 殿堂に迎えられ1997年12月29日には 高道の区のパートナーとして、ローイズ・ウォーに出場。翌1998年末からは、ジオ・ディティーズのマネージャー役となって、アティテュード期の WWF に復帰した。2000年1月10日には、WCW のマンデーナイトロで、ジェフ・ジャレットと対戦。特別レフェリーのクリス・ベノア及びオールド・エイジ、アウトローズのフォローを受けて、勝利を飾っている。 以降もインディー団体へのスポット出場を続け、2008年6月8日には、ジェイク・ロバーツ、カマラ、ココビー・ウェアと共にティネの PPV スラミバースリーに登場。J リー・サルとソウ、カルバルのウェディングセレモニーに出席した。2010年11月15日、オールド・スクール・エディションと銘打って行われた、スペシャル版の WWE、ローに出演。 コフィキングストン対デビットオタンガ戦に乱入し、往年のビッグバイトを見せた。2017年2月16日、79歳で死去。ありがとうございます。